イキングジョーです。プリキュアマスコットキラキラカード組、スターカラーペンダントデラックス、続々とねスタートゥインクルプリキュアのアイテムをゲットしているんだけど、今回もまたまた買ってきました。スタートゥインクルプリキュア組、プリキュアコスモ組、プリキュアチョコを食べていくよ。で、いっかな。はい、じゃあ早速見ていきましょう。まずはこれ、スタートゥインクルプリキュア組、クレープ味。グミの形は全16種類、トレーは全4種類。これは楽しみだね。パッケージにはドドンとキュアスター、裏面はこんな感じだね。じゃあ早速開けていきましょう。はい、じゃあ中身がじゃん。向きはこっちか。お、かわいいね。でね、気になるグミの形は、カメラにちゃんと映ってるかな？みんな見える？でね、上からキュアスターにキュアセレーネ、そしてキュアソレイユに、これがプルンスじゃなくてフワ。よし、覚えてきたぞ。じゃあね、このフィルムを剥がして食べていきたいと思います。よし、じゃあトレーからグミを取り出して、あれあれさあ、少しね、あったかい部屋に置いてたから溶けちゃって取れなくなりました。ってことで後から食べてみようと思います。匂いはね、グレープのいい香り。ちょっとね、食べられなかったのは残念なんだけど、一つ目はプリキュアグミグレープ味でした。じゃあ次はこれ、プリキュアコスモグミ。お、これも可愛いパッケージだね。で、味は全3種類で、アップル味、ピーチ味、グレープ味。お、へえ、スターカラーペンのグミも入ってるみたいだね。楽しみだな。で、裏面がこんな感じで、開けていきたいと思います。気になる中身は、これで全部かな。よし、一応ね、食品を扱うので準備完了。じゃあね、食べ見ていきたいと思います。お、いろんな形が入ってるな。じゃあまずはこれ、アップル味。形は星、流れ星の形だね、多分。でね、ちょっと並べ直して、次はこれ、グレープ味。形は、これはスターカラーペンかな？紫だから、これはセレーネだね。で、3種類目の味が、これか。ピーチ味。これもスターカラーペンの形だね。ピンク色だから、キュアスター。これで全部かな？よし。じゃあ、食べちゃおっかな。まずは、アップル味。うん、美味しい。次は、グレープ味。うん、美味しい。で、次が、ピーチ味。うん、美味しい。止まんないね。あ、撮影を忘れて全部食べちゃうところでした。っていうことで、二つ目は、スターティンクルプリキュアコスモグミでした。じゃあ、ラストは、これ。プリキュアチョコ。味はね、いちごチョコとパフパウダー入りミルクチョコの全2種類。で、裏面は、お、キュアスターとキュアミルキー。へぇ、買った時には気づかなかったけど、他の種類もあるのかな？また買ってみよっと。じゃあね、中身を見ていきましょう。どこから開けるのかな？ん？あ、ここか。ちゃんと開け口って書いてあったね。あ、内側もすごい。かわいいね。キュアスターと、うわ！ん？これはなんだろう？このチョコが出たらラッキー。へぇ、入ってるといいな。じゃあね、チョコレートを取り出していきましょう。よし、あれ、出たらラッキーのチョコがこれか。んー、これは一体何の形なんだろう。スターカラーペンダントかな。まあいいか、とりあえず見てみましょう。で、
思ったら絵が描いてある部分が見事に下を向いているので、ちょっと直していきたいと思います。できた。探しているラッキーなチョコは、あれ、もしかして、あ、入ってない。悔しいな。やっぱ必ず入ってるわけじゃないのか。もう一回買おっと。っていうことでラストはプリキュアチョコでした。あ、食べるの忘れてた。以上、今回登場したのはスタートインクルプリキュア組グレープ味、そしてプリキュアチョコとプリキュアコスモ組の全3種類でした。はい、っていうことでね、今後もね、プリキュアのおもちゃ、グッズ、そしておやつ、いろいろね、ゲットしたら動画にしていきたいと思います。今回登場したプリキュアの他にも、男の子向けにね、プラレールとかシンカリオンアニアのかっこいい動画、女の子向けにプリキュアはもちろんリカちゃんの動画、小さなお友達向けにアンパンマンの動画など、家族で楽しめる動画をたくさん配信しているので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやっているので、概要欄からフォローお願いします。せーの、バイバイキーン。